相撲部屋、相撲部屋は、大相撲の力士を養成する機関であり、力士が所属する各、グループ、またその建物である。相撲界では単に部屋とも言う。2018年10月1日現在、46の部屋がある。力士、親方、行事、呼び出し、床山はすべていずれかの相撲部屋に所属しており、力士はいずれかの部屋に所属していなければ、 本場所に出場することはできない。基本的に親方を中心とする共同生活を営む場であり、幕下以下の力士、取り敵は大部屋で共同生活をする。関取になると個室が与えられるが、結婚するまでは部屋に住むことが基本のルールである。ただし、関取を多く用している部屋は個室が足りなくなり、やむを得ず関取にマンション暮らしを許す場合がある。 春日野ノベアや九十ベアなど、また、親方、力士が、それぞれ一人以上所属している必要がある。相撲部屋は、基本的に、日本相撲協会から独立した、運営形式をとっている。基本的に懲戒処分を受けて離職した力士は、その後所属していた相撲部屋での活動を、協会から拒否されるが、大相撲やお調問題を受けて一時期協会から、 解雇されていた倉庫くらいが処分後も部屋生活を送っていた事実について地位確認訴訟を担当する倉庫くらい側代理人は教会からの独立性という点から容認をバリしていた部屋名は師匠が名乗っている年寄り名席を被せたものになるそのため実質的に同じ部屋でありながら部屋の名称が変更される場合や全く系統が違うにもかかわらず 同じ部屋名を名乗る場合ある。現在では、すべての相撲部屋は、一門と呼ばれるグループのいずれかに所属することが義務付けられている、一門、制度。ただし、かつては、無所属でも許されたことがあった。もともとは、部屋の系統別の集合体が起源で、一門別に、巡業などを行っていた時期が長かったが、巡業が、協会に一元化された現在は、 相撲協会の役員選挙のためのグループという性質が強くなってる。以前は稽古場がなく、一門の中心の部屋に稽古に行く部屋もあったが、現在は自前の稽古場を持たなければ部屋の設立は認められない。創立から施設の完成までに時間がかかる場合は、仮施設を OB から受けることが原則である。相撲部屋に所属している者、力士、親方、行事、 呼び出し、床山は、分家独立によってできた、新たな部屋に移籍する場合や、部屋の消滅による場合でない限り、他の部屋に移籍することはできない。現在、取組編成においては、同部屋の力士による対戦は本、割では組まれない、部屋別層当たり制。相撲部屋は普遍なものではなく、運営する年寄りの就任、退職などにより、絶えず、分家独立、統合。 消滅を繰り返している。相撲部屋の数は、昭和時代までは、おおむね30前後で安定していたが、平成時代になると、若野花、高野花兄弟の活躍によって相撲人気が高まり、入門志願者が増え、新しい部屋が次々に作られる一時期は、部屋の数が50を超えることもあった。2004年の55部屋が、史上最多。しかし、新しい部屋の乱立によって、 所属力士が数人しかいない、小規模な部屋が多くなり、部屋の運営に支障をきたしたり、入門から引退までの期間が短い、大学相撲出身の年寄りが、次々と部屋を新設し、それらの年寄りが、大相撲の伝統をうまく継承できずに力士が、問題を起こすケースが出てき、基本的に分家独立があっても一門には所属した、ままだが、 かつての九十部屋のように一門から破門されるなどして、別の一門に移籍した例もある。前述のように、親方、力士は、それぞれ一人ずついなければならないため、部屋の師匠が退職、または死去した時点で、後継者の資格を有する者がいない場合や、所属力士が一人もいなくなった場合は、その部屋は閉鎖されることになる。 部屋を開いた師匠が六十五歳の定年を迎えるのと、前後して部屋が閉鎖される例が多い。部屋が閉鎖された場合、その部屋に所属していた力士たち、行事、呼び出し、床山も含むは、他の部屋へ移籍することになる。公術の部屋新設の基準の厳格化以降、部屋の数は減少傾向にある。もと部屋の分離独立に関する明確な基準は存在しなかったが、 2006年9月28日に、年寄りが部屋を新設できる条件を定めた規定が設けられた。条件は以下の通りである。これらのいずれかの条件を満たし、師匠の了承を受けることにより、引退後1年以上経過した後、理事会の承認を経た部屋を新設できる。2018年11月場所終了時点で、この条件を満たしているものは以下の通りである。 年寄り名跡を取得できる力士は、日本国籍を持つ者に限られている。この規定になって以降、部屋を新設したのはあの六例である。なお、この規定が制定されて、以降、木瀬部屋が2012年4月に北の海部屋から独立、中川部屋が2017年1月に置いて風部屋から独立が承認されているが、木瀬部屋は2010年5月31日の 閉鎖処分の解除にいる、最高のため、中川部屋は閉鎖処分に伴い消滅した旧、春日山部屋の最高のため新設には当たらないと、されている。1998年5月1日より、年寄り名跡の新制度が施行され、現役力士が理事会で、相撲部屋継承者と認められれば、通常の年寄り襲名条件ではなく、例外規定を適用し、 現役を引退して部屋を継承することが可能となった。条件は以下の通りである。この条件のうちいずれか一つを満たし、理事会で相撲部屋継承者と認められれば、現役を引退して部屋を継承できる。2019年1月場所時点で、この条件を満たしている力士は以下の通りである。年寄り名跡を取得できる力士は、日本国籍を持つ者に限られている。 四個名条件。この規定になって、以降、現役を引退し部屋を継承したのはあの二例である。なお、部屋の師匠が定年もしくは成居したことに、伴い部屋付きの親方が師匠になる場合は、条件等の制限はない。相撲界では、昔から部屋持ち親方は、娘が生まれると赤飯炊いて喜ぶと言われていた。これは、完全な実力主義の相撲界にあっては、 親方の息子が必ずしも部屋の後継者になれるとは限らないため、親方の娘を有力な弟子と結婚させて、養子縁組を行い部屋を継承させることが古くから積極的に行われていた伝統によるものである。現在でも部屋持ちの親方は男の子が生まれるより女の子が生まれることを喜ぶものが多い。実際、師匠が有力な弟子を婿に迎え入れ部屋を継承させることは、 現在でもよく見られることである。ただし、直接の弟子ではなく同門の別の部屋の力士が継承する場合もある。他の一門の力士が継承することは非常に珍しいが、公式に禁止されているわけではなく、一時期宮城の部屋を継承していた金地下宮城の部屋は伊勢ヶ浜、旧立郎一門、金地下は出羽の海一門の北の海部屋出身といった実例も存在する。 また、工房さんの高島部屋、大樹山の花籠部屋、武蔵丸の武蔵川部屋など、自分や、師匠などが所属していた相撲部屋が消滅していた、場合に部屋を再興することも相撲界ではよく見られる。相撲部屋はまた、師匠を父親とした、大家族性の体裁も持つ。近年では、各家族家の傾向をも手伝って、力士士の若者の中にもこうした王女会での、 生活に馴染めないものも多く、多数の兄弟子がいる大部屋をむしろ避ける傾向も見られる。出羽の海や高砂などといった名門部屋でも、大部屋としてまとまっていくのは難しくなってきている。元横綱の土地の海は定年退職後に、相撲部屋の小規模化の弊害について、傾向相手が少ないから強くならない。少ない弟子が部屋を去ることを恐れて、親方が、 弟子に甘くなりがが、ちでああるるる。ととする種子のを行ったことがあるどれだけ所属力士が多くても、ほとんどの部屋では、稽古土俵は一つである。他人の相撲を見るのも、稽古のうちという意味合いと、他人を押しのけて土俵に上がるようでなくてはならない。そくらいの稽古に対する、積極性と着替えが必要だという考え方による。過去には稀に二つの土俵を備えた部屋もあった。古くは、 自らの稽古土俵を持たず、共同の稽古場を利用したり一門の本家にあたる、部屋で稽古を行う部屋も存在していた。主に小部屋に多かったが、一門別対戦の時代には、カスの部屋のように、大き部屋でも稽古土俵を持たずという例さえ存在した。しかし部屋別対戦になって、以降、各部屋に土俵を備えておくべきであるという声が出るようになり、その後は、 土俵のない部屋が閉鎖して土俵のある部屋に吸収される形で合併となったり既存の部屋が新たに部屋開きを行う際に土俵も新設する等で土俵なしの部屋は減少しそして平成に入って以降は完全に消滅しすべての部屋が土俵を持つようになった2018年時点の規約では土俵を持たない部屋は認められていない平成の時代からは ウェイトトレーニング設備を備えた部屋も多い。昭和時代までは、器具で作った筋肉は、相撲では役に立たないと敬遠される傾向があった。高野里や霧島など、昭和世代の力士にもウィットトレーニングを取り入れた例は、あったが、平成に入って、高野花や無双山らの成功もあって、力士が他のトレーニングジムへ通う班を避けるためもあり、こうした傾向が進んでいる。 入門時の基準にこうした設備の充実を上げる新弟子も少なくない。2010年代に入った現在では九十部屋や伊勢ヶ浜部屋が筋力トレーニングを行う部屋の代表となっている。多くの相撲部屋は一般人の希望があれば稽古の見学を受け入れている。ただし、見学中は力士たちの稽古を妨げることのないよう、死後を禁止するなど、 部屋では見学者が守らなければならない一定のルールを設けているのが原則である。2018年12月25日現在の相撲部屋5対一門計46部屋すべて所在地が関東であり特に両国国技館周辺の東京と墨田区に集中立地している。デフォルトでは消滅年月の正順部屋名は五十音順走と師匠の列は 番付順相当。ここでは、名のみを示す。消滅後に、名前が復活し現存するまたは、平成以降に消滅したものは含まない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。